タイス社イエステーはアフガニスタンカーブル出身の同国代表のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。2008年に FC2 エンテのユースチームからヘラクレス・アルメロのトップチームへ移籍した。プロ1年目はエールディビジで6試合に出場した。2年目は新たに就任したヘルトヤン・フェルベーク監督のもとでは1年目よりも試合に出られず。 契約を更新しないことを言い渡された。2010年に SC フェーエンダムへアマチュア契約として入団。2010から11シーズン冬に f c エメンとプロ契約を結んだ。シャイエステイはここで f c トーエンテのユースチームで共に働いたレネヘイク監督と再会した。オランダ国籍を取得していたため U-19 オランダ代表への招集経験があり。 U-19 イングランド代表戦では、ベンチ入りしていたが、A 代表はアフガニスタン代表でプレーすることを選択した。2011年4月9日のスリランカ戦で、途中出場で代表デビューをした。弟のファイサルシャイエステもアフガニスタン代表のサッカー選手。FCMA ホールとケイズシェイステアイトビンダム。ありがとうございます。